154急百15 151系電車は阪急電鉄の前身である阪神急行電鉄時代に導入された木造車体の電車である。1926年の大阪市内の高架複々線化により残された地上区間のうち北のまでは北の線として営業を継続することになったが同線で使用するため、 大阪市電の11系のうち4両を譲り受けて151型として登場した。車体はオープンデッキの路面電車型で、制動装置は手動ブレーキを採用し、ブリル21位、e、代車を使用した固定四輪車である。終電装置はトロリーポールを加工した独特な形状の棒コレクターを使用していた。北の線では唯一残っていた十七型の十七を、 開版した150と共に使用されたが、1933年に34型と交代して予備車となった。その後しばらく旧車の後、151から154の4両は1939年3月に長崎電気軌道に譲渡された。長崎電気軌道では同時期に大阪市電11型を 直接譲り受けた120系の追番の形で130型となった。4両のうち132は1945年8月9日の原爆投下で消失した。残りの3両のうち131.133は1951年に新生車体に乗せ替え、134は1953年に西鉄福岡市内線の中古の木造車体に乗せ替えられた。 134は1959年の廃車後にアメリカ合衆国の保存団体に譲渡され、残りの2両も1968年までに廃車解体されている。長崎電気軌動130軽電車に関するカテゴリー。ありがとうございます。